人工院は、京都市北区にある新言集計の単立寺院である。三号は、方光山。本尊は、工房大師像で、薬除け大師として信仰されている。当時、仁那寺と並ぶ京都三大工法として有名であり、地元では、西鴨の工房山の愛称で親しまれる。毎年7月下旬には、空海がキュウリに薬病を封じて、病気併与を祈願したことにちなみ、 薬病除けの祈祷、きゅうり封じが行われる。静かな境内を舞台に、銭形平治や、御家人山、苦労、暴れん坊将軍をはじめとする時代劇の撮影がたびたび行われてきた。四季を通して、多様な科目が、境内に咲くことでも知られる。特に12月前後に境内に咲く、白い藍のサザンカは、当院にのみ存在する珍しい品種である。 1217年、鴨明一の神社の神職、松下義久が、霊光の寺下地に一部を建立せよとの信託を受け、山和国から喜び縁を招いて寺を混流したという。寺名はこの由緒にちなみ、人工院と名付けられた。創建される前には、京都御所に奉納する河原職人の宿に用いられており、河原屋寺と呼ばれていた。空海が42歳の時に、 当院で九十日間の修行を行ったとされる。修行を終えて寺を去る際に、境内の池に移る自らの姿を見て、木造を掘り、薬除きを祈願したと言われている。この木造は本堂に安置されている。同時に、彼が岩病地湯の祈祷をしていたことから、岩病に利益のある寺としても広く知られるようになった。その後は、密教の道場としても栄えたが、 天保年間に同雨を消失している。幕末の女流家人で陶芸家の大田垣連月は晩年の75歳から当院に陰性していた。境内には連月に旧住家の茶所と刻まれた石碑と共に茶室が残されている。連月陰性中の明治初期に廃物希釈運動を受けて一旦は廃寺となったが連月没後の1878年に僧侶、 和田月心により再興された。以下の5棟の建造物が2021年に国の登録有形文化財に登録された。以下の国宝3県は人工院の急増である。京都きらめき気候警護読みきゅうり封じ、人工院時代劇の風景ロケ地探訪、人工院京都旅楽、旅田のきゅうり封じで有名な西鴨の役よけ工房さん。 写真日より人工院の紅葉を京都のお寺、神社隠れた、名札西鴨の工房さん人工院そうだ京都、移行。京都カレンダー、花子よみ、つれずれなるままに、西鴨の明石 AB 若さ生活研究所瞳、研究室人工院令和3年2月26日文部科学省、国事第15号、文化審議会の答申の登録について、文化庁、 2020年11月25日閲覧、ありがとうございます。